ハロー・ドーリーは1969年公開のアメリカのミュージカル映画ミュージカルハロー・ドーリーを映画化した作品監督はジーン・ケリー振付はマイケル・キッドが担当した第42回アカデミー賞において美術賞ミュージカル音楽賞録音賞の3部門を受賞した1演したルイ・アームストロングの歌う主題曲 ハロー・ドーリーはポピュラー音楽としても広く知られる。なお、アームストロングによる歌詞は、は豪華な配役にかつてのニューヨークを再現したセットなど評価は高かったが、工業的にはクレオパトラ以来の大失敗になった。その後、大画面のミュージカル映画は下火となる。ホレスト・ドーリー19世紀後半のニューヨーク。若い未亡人・ドーリーは、 かつては、夫と共に、ヨ母と、高級レストランに買い、おせっかい焼きで、よく言えば、面倒見のいいドーリーは、夫の死後は、アンアパートに住み、ナコード業を生活の糧としている。結婚仲介を、はじめすべての、ご縁を取り持つことをモットーに、宣伝の名刺を配り歩くドーリー。ドーリーの顧客であるホーレスは、郊外の田舎町ヨンカーズで資料の工場を営む、中年男である。 メイのアーメンガードと二人暮らしのホーレスは金持ちのくせにケチでアーメンガードと恋人の貧乏画家アンブロースの結婚に断固反対している。ホーレスは恋人たちの思いを無視してドーリーにメイの結婚相手の物色を依頼した。従業員に対しても口やかましくセンスも悪いホーレス。だがドーリーはそんなホーレスが気になって仕方がない。 おせっかい焼きのドーリーは自分ならばホーレスを変えられると確信し結婚を望む。しかしホーレスは帽子屋の女主人アイリーンにプロポーズする気でいる。ホーレスにアイリーンを取り持ったのは他ならぬドーリーなのだ。しかしホーレスを諦めきれないドーリー。アーメンガードと貧乏画家アンブロースの恋を知ったドーリーは二人を結婚させるために計画を立てる。それは ニューヨークの高級レストランで開催されるダンスコンテストで優勝し、賞金を獲得するというアイデアだった。そして、それは同時に、ドーリーの恋を成就させるための計画でもあった。レストランで食事したものの皆、金がなく、アイリーンたちは逃げ出してしまった。そんな騒ぎの後で、ホレスはドーリーを見直し、結婚を申し込んだ。 ドーリーは青空を渡るような風のように幸福だった。バーブラストライサンド。ありがとうございます。